今朝、富士山の山頂付近で登山をしていた20代の女性の頭に落石が当たり、その後死亡が確認されました。県は山頂までの登山道の一部を通行止めにして原因を調べています。県によりますと、今日午前5時ごろ、富士山の吉田口登山道の山頂付近で落石があったと安全誘導員から連絡がありました。落ちてきた石は登山をしていた20代の女性の頭に当たり、女性はその後死亡が確認されました。富士吉田ルートの頂上付近は県内の須走ルートと合流しているため、須走口から登ろうとしていた登山者には不安が広がっています。石がコロって危ないなっていうところもありましたので、そこら辺は自分も素人なんでよくわからないんですけど、はい、そういうのはちょっと気をつけないといけないなと思いながら登ってきたんですけど、常にやっぱりリスク意識っていうか、何かないかなと思いながら登らないといけないなって。ちなみに今日ご自身はヘルメットは、いやそんなこと知らなかったの、持ってないです。気をつけないかと思います。原因は調査中ですが、山頂付近の登山道では今年6月石積みが崩落していて、その付近から落石が発生したとみられるということです。静岡、山梨の両県と警察は、須走吉田ルートの8号5尺の山小屋御来光館から山頂までの登山道を通行止めにしました。落石の原因を調べるとともに、登山者にはヘルメットの着用を呼びかけています。